6時30分です。今回ね、もう映画が近づいてきてます。その映画、役者でも出るんですけど、なんとロケーションコーディネーターしたんですよ、この僕が。その場所のね、役者さんたちに気持ちよくちょっとね演技してもらおうかなと。だからちょっと前乗りして、映ってるかな、草刈り機、あとね、鶴橋は映ってないと思うんですけど、鶴橋も持ってきてます。ちょっと安全の確保、それとなんかそれだけじゃね、あれなので、何も今日食材持ってきてません。一泊するんですけど食材持ってきてないので、食材の確保、魚はそこ釣れるんです、ヤマメが。まあ、地主さんともね、仲良くしてもらったのしているんで、漁業権もあります。だからヤマメを釣って一日しのごうかなと。ただね、そんな釣りが得意なわけじゃないので、昨日八王子のティオンさん、関田さんに電話していろいろ聞きました。ブドウ虫がいい、ミミズなんかいいんじゃないの、雨降ったら。話をいろいろしてもらったので、ちょっと魚を釣って炭で焼いて美味しく食べて一日を楽しく過ごせたらなと思います。着きました。思いっきりお腹空いてるので1時間半ぐらい魚を釣ろうかな。うん、その1時間半で魚が釣れなかったら今日と明日の朝までご飯がないか。はい、じゃちょっと頑張ろう。そうなの？これどうなってんの？いやー、歩くだけでも疲れるんだ。セットしてないところに釣れました、ちっちゃいの。やった、釣れましたよ。なんだよ、そんなもんか。元気だな。あまりにもちょっとちっちゃいから、これは逃がした方がいいな。うん、手で触ったらまあやけどしちゃうから、彼はちょっとまだちっちゃいから逃がします。うい、これね、
俺はちっちゃいの釣ってもしょうがねえだろ。いやお腹空いたからちょうどあれいいかなと思ったけど、やっぱダメだね。上がっていきたいけど、もう時間も時間だから、下って大きいの取ろう。うい、釣れた、釣れたよ。いるな。たまに魚が見えます。見える魚取れるかな。わお、だからってこれちっちゃいだろ。取れたけど、あら、赤ちゃん。これこそ赤ちゃん。あ、はい、赤ちゃんは。なんですけど、なんかね、ちっちゃかった。僕の中でやっぱりこれぐらいないとちょっとね食べられません。今日は水でね過ごそうかなと思います。おはようございます。こんばんはです。食べてください。あ、すいません、おはようございます。僕今日自分で魚取れなければご飯抜きって言ってたんですけど、ええ、一応ね、地主でもある菅谷さんに挨拶ちょっと来たいなと思って、はい、はい、挨拶来たらなんと食べてけばって本当もうありがたいお言葉をいただいたんで、米こんなにあるよ、ほら。いやいや、米は僕今ダイエット中なんであれなんですけど、ちょっと菅谷さんとお食事しながらちょっと喋れたらなと思いまして、お邪魔してます。お願いします。はい、よろしくお願いします。いや、すごいお刺身をね、なんかね、用意してくれてた。残していいよ。残せない。残せ。いい声で。あ、ありがとうございます。ちょいからよ。ちょいからじゃねえ。ヒリヒリから。本当に辛いよ。本当にちょびちょびって言いたいと。ちょび。いや、おいぞもよ。今日本当何も。はい、おいしい。あんな。いや、なんだかんだ言ってごちそうになってます。いや、すげえさん美味しいです、この辛いやつ。うん、うまいよ。最高。特にあれだよ、食欲のない夏場なんか最高。
よかった、辛いの好きな人がいて。いや、しかもね、今日本当にご飯食べてないから染み渡る、うん、いやー、美味しい。